どうも、刀真一郎です。長見大です。今回お話しさせていただく作品は、1985年公開の香港映画、霊言同士です。あ、この前生配信でカイトさんが言っとったやつね。あ、まさにそうですね。まずはあらすじをざっくりお話しすると、化け物退治をなりわいにするガウ同士は、大富豪ヤンから先代の墓の改装を依頼される。間違った方法で埋葬されていた先代は、成仏できず、キョンシーとして蘇ってしまった。ガウ同士と二人の弟子はキョンシー退治に乗り出すが、っていう、アクションホラーコメディ映画というより、もはやキョンシー映画でございます。だいぶジャンル多くね。もうジャンルキョンシーです、この作品は当時爆発的ヒットを飛ばし、シリーズ作品がなんと12本。もうドラクエ並みやん。最近の作品だと2019年に公開された霊言同士 X 最強妖怪キョンシー現るまで続く超ロングシリーズなんですね。2019年まで続いとるんやね。各作品に共通するのは、キョンシーと戦う話ってだけでストーリーのつながりはほぼないですが、13日の金曜日のジェイソンシリーズも12本で、もう戦う敵がいないと言われたロッキーシリーズですら8作、今度やっと9作目ですよ。そう考えるととんでもないですよね。もうファイナルファンタジー並みやね本当に。この映画、1978年公開のジョージ・ A ・ロメロ監督のゾンビがヒットしたことで、ゾンビなら中国にもキョンシーがいるじゃない、ゾンビを香港映画にするならカンフーアクションガンガン入れちゃわない、ついでにミスターブーム流行ってるからコメディーも入れちゃうって会話から作られたとかないとか。そんな感じなんや。確かに会話はこんなに軽くなかったと思いますが、大体こんな感じだったんじゃないと思います、はあ、実際同志がキョンシーをさまざまな術とカンフーを駆使して対峙し、弟子たちがコメディチックにバタバタ暴れるだけって映画ですから、ここまで言うとかなりいい加減な作品に聞こえるかもしれませんが、それだけでこんなにシリーズ作れるはずがありません。面白いんですよ。ほう、どの辺が面白いの。大富豪の依頼で墓を開けてみると、風水的に悪い埋葬されていたことが分かるんですけど、3本の線香が2本は早く燃え、1本は全然燃えてないんですよ、これに同志は極めて不吉な燃え方で、誰か死人が出ると言い切るんです。ほう、ゾンビで言えばなんだか分からないが死体が目を覚ましてしまったと、理由は不要な部分に風水を用いることで、なるほどね、確かに不吉な感じしますわ、理由は分からないがなんて説得力っていちいち分かりやすい。おうおう、なんか霊的なものをうまく混ぜとるわけね、ゾンビと違って。そうまたこの同志演じるラムチェインの顔が説得力ある同志顔なんですよ。同志顔ってどんな顔なんやんって。なんか何言われても多分そうなんでしょうねって気にさせられるっていうか。あ、でも重要やよな、ファイトクラブでブラピがブサイクやったら成立せんもんな。そうまたキョンシーの対処法も分かりやすい、息を止めてじっとしている。あ、そんな感じなんや。キョンシーは目が見えないので、相手の息や物音で襲ってくるんですよ。おお、怖えな。だから息をしないでじっとしてるんです、この分かりやすさで当時の子供たちはみんな息止めの練習をしたんじゃないでしょうか。へえ。もちろん僕もやりましたよ。あ、お前そういうのやりそうやもんな。学校の階段でどれだけ高いところから飛べるか競うのと、キョンシー対策の息止めは子供の頃の必須科目でしたよね。あ、でも世代的に本当に必須やった時代があるかもな。俺は全然知らんけど。そして刀少年をこの映画の虜にしたのが金銭剣ですよ。はあ、これもなんか生配信でカイトさんが持っとるとか言っとったやつね。もうこれはやられました。こんな形状のものなんや。清めた銭を紐で結び剣の形にした短刀なんですが、同志が念じれば光り輝き敵に飛んでいくわ、紐をほどけば相手を縛りつけちゃ う, ほ う, ほ う, ほう。むちゃくちゃかっこよくないですか。あ、結構トリッキーな武器なんやね。これはさすがに三節棍と違って新聞紙じゃ作れないですからね。ちょっとトリッキーすぎるんか。大人になったら絶対お金持ちになって五円玉をふんだんに使って作ろうと夢見たものですよ。そんなになくてもいけそうじゃない、五円玉でいいなら。夢見たといえばもう一つ、作中女に幽霊が出てくるんですけど、弟子が墓場でその女性の墓に線香をあげるんですが、その墓の女性が線香をくれたことで弟子に恋してしまうんですよね、あの素敵やん。弟子にまとわりついて離れない幽霊と生きた弟子のちょっとした恋愛模様、結ばれることない悲しい二人。弟子の方も幽霊好きになっちゃうよこれ。ちょっと気持ち入っちゃうんですね。いいね。子供ながらに大人になったらこんな恋しちゃうのかなとか、キュンキュン夢見たのはいい思い出でございます。まあ俺やったら嫌やけどな、幽霊と恋に落ちるなんて。またこの女性えらいべっぴんさんなんですわ。ほうほうほう。あ、確かに綺麗やな。まあ、ちなみにキョンシーのイメージって両手を前に出しぴょんぴょん跳ねるイメージありますよね。それ以外あんの。なんか俺はそのイメージしかなかったけど、キョンシーのこのイメージってこの霊言同士からなんですよ。あ、そうなの。この作品の前から中国の伝統的妖怪キョンシーは香港映画に登場してまして、貞子みたいな幽霊的な存在だったり、ジェイソン的な怪物だったり、設定が意外とバラバラだったんですよね。あ、そうなんや。死後硬直し関節を曲げられず、手足病女、寄り
りゾンビ的物理的なキョンシー像はこの作品の影響で広まったと言われてるんです。手足が伸びとるのって理屈があるんや。一応そうなんですよ。初めて知った。キョンシーに噛まれると自分もキョンシーになってしまうって設定もよりゾンビ的ですよね。あ、それもこれからな。これもそうです。すげえなこの映画じゃ。もともと香港映画に多くあったホラー的キョンシー像のイメージを一本化し、キョンシーを一つのジャンルにまで固めた本作、うん、香港映画らしいアクションありホラーありコメディありラブストーリーありと何でもありのごったにみたいな作品になっておりますが、最近香港映画気になるんだけどいっぱいあって何から見たらいいかわからないって方にぜひ見てほしい作品じゃないかと思います。需要がニッチすぎるぞなんかアクションが良かったのなら次はワンチャンを見ればいい、ああラブストーリーが良かったのならチャイニーズゴーストストーリーを見ればいいけど、まずはキョンシーから始めてみませんかってところでお疲れっす。